だと思う。ああ、しこしちゃった。ああ、しこしちゃった。そうですね、そしてこれから新しい課題だというダブルアクセルからトリプルトーループ、あー綺麗に決まりましたね、ハチャトーリアンのスパルタカスです。五十嵐選手の演技が終わりました。すごい花束です、ね、そうですね、リンクに花束が投げ飛ばれます。3000を超える観衆から大きな拍手、すごいですね。今日はかなり花束が投げ込まれましたけども、はい、神戸の花屋さんは儲かってしょうがないという感じですね、うん、さあその五十嵐選手のビデオテープが出ますが、右足をちょっと痛めていると言って滑り始めた彼ですが、はい、これはトリプルフィリップですね、はい、トーサルコーとも言います。綺麗に決まりました。ここまでですね、綺麗に決まりましたね、はい、それと最後のところね、またあの、トリプルルッツですね、はい、決まったところも、あ、その五十嵐選手の点が出ました。渡辺恵美さんからの花束を受けてご覧ください。これでもう優勝は確定ですね。
多分これで大丈夫でしょう、はい、5.9 5番ジャッジは 5.9 シラム選手が高速でね、ずっと来てましたんで 5.7 この後アーティスティックが下がることもないと思います。はい、さてこのアーティスティックなんですが、はい、出してください神様。5.5 大丈夫ですね。これで優勝です。5.9 が2人おります。 5.8 5.9 が2人でしょう。 5.7 が最低です。 5.7 5.8昨年もこの大会優勝しております五十嵐選手、これで2連勝ということになりましたね。そうですね。まあ、五十嵐選手肉体的にも精神的にもどういう